はい、どうもこんにちは、オーディオのみかさです。今日はですね、パワーアンプをデジタルアンプからこちらのパスの AQ パワーアンプに変えるというだけの動画なんですけども、まあ、プラスアルファですね、こちらパワーアンプ用のですね 8cm×2cm のですね水晶性インシュレーターもちょっと作ってみたんで、こちらも試していきたいと思います。で、まあですね、ピーカーが G3 ギアで、アップがパスラボのですね 260.5 というものなんですけども、夏場特にですね、暑くなるシーズンはですね、パワーアンプをですね、こちらのパスラボからですね、こちらのトライゴンのですね、ドワーフという、まあ、中古でペア20万円くらいのアンプに変えてるんですよ。 G3 ギアはですね、まあ、スタート時の価格でも290万円、まあ、現在の価格でいうと400万円くらいするスピーカーなので、20万円くらいのですねデジタルパワーアンプで鳴らすのってすごく不釣り合いで、まあ、ギアの音のポテンシャルがですね半分も出せてないんじゃないかなっていう状態なんですけど、オーディオって基本的にどんな組み合わせであってもですねしっかり音は出るんですよね。ちゃんといい音が出るかどうかは別なんですけど、まあ音はちゃんと出ると。というのでね、このトライゴンでギア鳴らしてるのはっきり言ってね、あんまり良くないんですよ。良くないんですけど、まあ、音は出ちゃうんです。このパスラボの 260.5、まあ、以前もですねサーモグラフィーの映像とかいろいろ出したと思うんですけど、まあ、とにかくですね発熱がものすごいんですね。モノラルパワーアンプですんで、常時ですね 400W ずっと発熱してます。まあ、エアコン代が上がる、そしてですねこのパスの消費電力だけでも結構苦しいのに、けどもそれ以上にですねやっぱりね、夏場ってエアコンがずっとかかってますし、まあ、暑くて体調も悪いっていうので、まあ、ちゃんと音楽聴けないんですね僕ね。まあ、夏はとにかくね毎年体調崩しますんで、まあ、なんでとりあえず音が出ればいいかなっていうのでね、このトライゴンをつなげて、で今ちょうどですね温度計見たら室温が20度くらいしかないんで、まあ、逆に寒くなってきたんでね、パスラボのアンプつけて部屋を温めようっていう感じですね。そう、このパスラボのアンプつけるだけでね、このオーディオルームちょっと暖かくなるんですよ、マジです。トライゴン使ってる間ギアがちゃんと鳴ってない、しかもこの130万円のパスラボのアンプが放置されてるっていう状態でね、めちゃくちゃもったいないんですよね。オーディオマニアのですね多くの方はですね、週末だけしか聞けないよとかね、あの月に一遍くらいしかちゃんと聞けないよって方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、幸福感以上にですね熱となんかもったいなさと、まあいろいろあってですね、まあトライゴンでよくねってなってます。で以前ですね、トライゴン鳴らしてる期間とにかくもったいないし、パスラボ鳴らしてない期間もとにかくもったいないっていうので、まあ、ジェフローランドとかあまりですね発熱量の少ないアンプ選んだらどうかなっていうので一回レンタルとかしてみたんですけども、まあ、現状ですねこの組み合わせで問題ないのかなと思います。まあ、何よりですねこのはっきり言ってギア鳴ってないんですよ。結構ね高音とかもきつい音になるし、低域もあんまり出なくなりますっていうので、はっきり言ってあんま良くないんです。ただねこの時期、まあ、体調がちょっとずつこう回復してきました、あの寒くなってきて夜もちゃんと寝れるようになりましたって、そっからこうパスラボにこうつなぎ替えた瞬間ね、なんということでしょう、もうアンプを買い替えたかのような、スピーカーを買い替えたかのような、この音の進化というかね変化が起きるわけですね、その毎年秋になるとまあそういうのでね、なんかこうアンプを買い替えた、スピーカーを買い替えたみたいな喜びがね毎回得られるんで、まあトータルで見たら悪くないんじゃないかなと僕は思ってます。客観的に見たらね、まあ、かなりアホっぽいことやってます。まあ、はっきり言ってねもったいないかなと思いますけど、まあこういう聞き方もありなんじゃないかなと、まあ、一つですね提案してみたいなと思いますね。まあ、夏はねデジタルアンプ、冬は AQ パワーアンプとか真空管アンプでガッツリ聞く。やっぱり冬の方がですね雪が積もったりして、まあ、暖房もですねうちは床暖房なんでほとんど音がしないんですけど、部屋の SN がですね、まあ、冬と夏は全然違うんですよ。まあ、ここ一応防音されてるんですけど、防音されてるからこそ、まあ、エアコンの音って結構大きく感じますし、アンプの発熱によるですね部屋の温度変化みたいなのも結構大きいわけなんですよね。まあ、この部屋です気密がですねとても高いので、まあ、やっぱりパスラボのこの AQ に近い ABQ 使うのすごくですね夏は苦しいんですよまあなかなかねこのアンプつけて苦しいっての伝わらないと思うんですけど、僕はあの夏になるとですね汗が出にくくて体温コントロールがうまくできなくて、あの1度2度室温が上がるだけでね結構具合悪くなっちゃうんで、まあ、このパスラボを切っとくっていうのだけでですね結構体調が良くなるってことが分かってます。とはいえねやっぱりね冬に聞くこのパスラボのアンプの音っていうのがやっぱすごくいいんですよっていうので、まあ今こうつなぎ替えるとそれだけでハッピーっていうそういう感じです。またなんかいい感じに音楽が聴けるよっていうものでございます。というわけでねちょっとつなぎ替えていきたいと思います。
このコードのアンプはですね、おじさんの遺品でございますね。ちょっと移動させます。ほこりがやべえな。電源オフ。はい、というわけでね、適当に用意した水晶ですね。試作品の水晶でございます。2センチの厚さと8センチの直径ですね。これでパワーアンプの足にしていこうかなと思います。水晶ですね、入れるだけでかなり音変わりますので、これでどのくらい音が変わるのかというのもちょっとやってみようかなと思います。ですね、こちらパワーアンプ用のインシュレーター作ったんですけども、このまま入れるのはですね、めちゃくちゃ大変なので、こういったですね、ジャッキを使っていきます。こちらですね、カー用品用のエアジャッキです。はい、というわけでね、こんな風に簡単に持ち上げることができます。お、ほこりがやべえ。まあね、こちらを上がったところに入れていきます。で、これ入れたらです、上を支えながらですね、エアを抜いていきます。はい、と、まあ、こんな感じでね、簡単に設置することができます。後ろ側もやっていきます。インシュレーター入れます。こちらのエアジャッキですね、インシュレーターの交換とかですね、アンプの下の装置とかにすごく便利ですんで、おすすめです。概要欄にですね、 Amazon の購入リンク貼っておきますので、気になった方はチェックしてみてください。よし、掃除しやすくなりましたね、これね。ああ、ちょっとガタガタするな。水晶の厚みは、揃えてあるんですけど、若干ガタガタするかな。やっぱりね、このパスの足ってこれゴム足なんですよ。ゴム足なんで、ちょっとね、もう最初の時点で多分水平が完璧に取れてないんでしょうね、これね。まあ、このタオックのボーダー結構水平取れてると思うんですけど、あまりよろしくないか、これ。まあ、ちょっと様子見ていきましょう。というわけでね、電源入れていきたいと思います。よっ。はい、というわけでですね、今年のアンプの衣替えも無事終わりました。ぜひですね、真空管アンプ使ってますけども、夏はデジアに切り替えて、秋晩秋管になってきたらまた真空管に切り替えるよみたいな方いたらですねぜひコメントください。さっきですね、ちょっと数曲聞いてみたんですけど、なんか違うな、なんか物足りないなと思ってですね、ちょっとラックの方を見に行ったらですね、クロックが切れてました。先日ですね、雷雨がすっ
っごい雷が激しい日があったんですけど、まあ、その時にですね全部オーディオのコンセント抜いて、電源落としてたんですが、あのクロックだけねずっと入れてなかったっていうことですね。まあ、1週間くらいクロック入れずに切れたのかな。まあ、なんかちょっと音物足りないなと思ったらね、まあ、クロックが入ってないだけでした。まあ、しっかりねあのクロックまた入れて、このアンプもですねあのしっかりと温めていきます。普通にいつも通りいい感じに聞けております。今回ですねあの水晶インシュレーター入れたんですけど、それよりもですね多分ブレーカーのオールージュのブレーカー2つ入れたん3つ入れたんで、まあ、多分それもかなり効いてるかなと思います。夏オーディオちょっとお休み風になったらオーディオこうバーッとこう復活させるみたいなね、まあ、シーズンごとにオーディオを楽しむみたいな形も、まあ、一つねオーディオの楽しみ方としてありなんじゃないかなと思います。この動画が参考になった面白かったという方はですねぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最近ですねオーディオ関連のショートもたくさん出てますので、ショート動画もぜひ見てみてください。はい、今回使用したですねこちらの大型水車に関してはですね、まあちょっと、販売するかどうかは決定してないんですけど、サンプルでねちょっと余ってるやつがいくつかありますんで、そちらですねあのメルカリかヤフオクに出しておきますので、気になった方はですねチェックしてみてください。まあ、かなり安く出します。はい、というわけでね、今年もパスの傷がやってまいりました。もうねだいぶあったけえです。で室温がね、0.5 度上がりましたねこの30分でどんだけ暑いんだって話なんですけど、うちこのハロゲン照明もありますから、オーディオルーム全開でこの電気使っちゃうとですね、まあ、アンプの熱とあの照明の熱と、まあ、その消費電力でも大変なことになりますんでね。まあですね昨今あの電力不足とかですエネルギー不足とかいろいろ言われてますんでね、まあなんか、まあ、こういったですねあの発熱が激しい消費電力がめちゃくちゃ高いアンプの時代ではないのかなと思いつつもですね、やっぱりこのパスラボの音ってすごくいいんですよね。まあ、僕はものすごい好きなんですけども、まあ、皆さんこの AQ アンプとか真空管アンプとか、あの昨今の電気料金の値上がりやですねエネルギー不足、まあいろいろありますけども、コメント欄でねなんか思うことがあったら書いてみてください。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。それではバイバーイ。ショート動画も見てね。